こんにちは、井上康生です。今回はですね、現在ダイバーシティ&インクルージョンという言葉がですね、近年よく使われておりますし、今柔道界というところにおいてもですね、そのワードというものを大事にしていきながら進んでいくということが非常に大事にされているのではないかなと思っています。まあ、その中でですね、今回女性特有のですね、さまざまな課題を持って現場としていろいろやられている伊藤花恵さんの方にですね、その課題についてのお話をいろいろ聞いていきながら我々学んでいきたいというふうに思っております。伊藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はお忙しい中ありがとうございます。正直言って私自身がこのテーマでこういう話をするっていうのは非常にこうおこがましいというか、まあ、現役時代もそうですし、うん、まあ、指導者としても男性とこう接する機会というものがやっぱり多い環境でありましたので、うん、知識も意識もそんなに高くない現状ではある、うん、まあ、しかしやはり今後柔道界においてもですね、スポーツ界においてもこの問題というのは非常にこう重要に取り上げていかなきゃいけない問題なのかなというふうには思っています。現役時代この生理というものに関してはどのようなこう向き合い方をしてたのか、またどのようなこう難しさというものを感じて ここまで来られたんですか？そうですね、まあ、本当に13歳から処刑が来て、うん、日本代表になったのは16歳だったんですけど、うん、この19歳ぐらいの時のやっぱりこうホルモンバランスっていうのがすごく苦労しまして、メンタルとかで、まあやっぱりこう生理のせいなんだけど、なんか自分のせいみたいなずっと思ってたんですよね。で、まあ大一番のこの北京オリンピックっていうところでやっぱり8日間競泳ありますので、その8日間がこう全部月経期間に当たってしまうっていうことが、うん、その年の4月に分かったんで、うん、3ヶ月しかないところで、まあ、中用量ピルっていうホルモン量が多いピルを飲んでずらすっていう決断をしたら、うん、4、5キロ太ったんですよね、ピルでそんなことありえないんですけど、現役中に、うん、まあ、でもなんかあとニキビができたり、その副作用っていうものが多く出てしまったりして、でなんかこうやっぱ後悔をしたっていうのがあるんですよね。で何がいけなかったかっていうと、やっぱそれまで自分自身の月経と向き合ってなくて、うん、急にピルを飲んでずらそうっていう発想になった。で特にやっぱり先生にも相談したのもそれが初めてだったから、うん、まあ、そういう経験っていうものはこれからの女子アスリートの皆さんにはしてほしくないなと思ってますね、うん、なるほどですね。そういう中で1252プロジェクトというところで発信されていると、はい、具体的に1252プロジェクトってどのような内容でやられているんですか？そうですね、はい、まずこの数字1252っていう数字なんですけども、うん、1年間52週間あって、そのうちの約12週間はこの経血が流れる月経期間にあたるっていう意味を持っているので、うんうん、まあ、一番は女子学生アスリート、うん、10代初経を迎えて女性の方、女子学生部活動レベルの選手も含めて、もう大人になってからも知識を持って育っていってほしいということで、10代の女子学生アスリートに向けた正しい情報を提供させていただいてて、若い子たちが勉強してほしいんじゃなくて情報を手に取ってほしい、知識を持ってほしいということで、この教材を開発したりとか、まあ、授業をしに行ったりとか、まあ、様々なことやっています。なるほどですね。先ほどの、ね、伊藤さんのお話の中でもピルの話が出てたかなというふうには思います、はい、で、まあ、選手によってはやっぱり大会というものにこうピーキングを合わせていきながらいろいろスケジューリングをしていく、また攻撃系というところにおいても周期ってあるんで、うん、そういうことを考えた上でそのピルのこう活用方法じゃないですけど、うん、そういうものって結構重要なポイントでもあるのかなというふうには勝手ながら思うところがあるんですけど、コントロールするわけじゃないですか、薬によって、はいはい、それって問題はないんですか？そうですね、まあ、やっぱり人によるとは思うんですけども、うん、やっぱり例えば肩月経ですとか、うん、無月経ですとか、うん、もう生活に支障が
あるという場合はもうぜひ婦人科に行っていただいて、そのピルの処方だったりとか、まあいろんな治療法があると思うんですけども、していただきたいなと思うんですが、例えば本当生理痛でパフォーマンス下がる、生理が本当に嫌だとか、練習がうまくいってないとか、まあそういうメンタルが落ち込んでしまうっていう PMS っていう影響とかの場合にも、ピルっていうのは有効ですし、現状では例えば超低用量ピルっていうホルモン量がすごい少ないピルもあり、あとは低用量ピルっていうのを、この2つが基本的に処方されることが多いんですけども、まあ例えば下肢が不随の選手とかパラの選手とかはそういう血栓のリスクとかが高まるので、ピルじゃないプロゲステロンっていうものを飲んだりとかっていうのもあるので、本当に人それぞれなんですけども、ピルのその飲むっていうこと自体は全然悪いことではないです。なるほどですね、はい、なんかそれもこう間違ったというか、こう知識のもとで、例えばねアスリートにおいては考えていかなきゃいけない問題の一つとしてドーピングっていう問題がある、はい、でじゃあそういう薬を飲んだらそのドーピングって大丈夫なのみたいな、話も出てくると思いますし、今聞く中でもいろんな効果っていうものがある、そういう中でこうやはり少しお話出てましたけど、こう受診するというかプロの方の力を借りるっていうのは非常に大事なことなのかなっていうのは聞いてて感じてるんですけど、今その女性アスリートの環境っていうところにおいては、そういうプロの方のこうサポートってどれぐらいまでこう環境で整ってき始めてるんですか。まあ日本では例えば東大病院さん、私たち一緒に活動させていただいてますけども、そこにアスリート外来っていうものがあり、アスリート独特のまあ課題と向き合っていただいたり、このピルの飲み方、例えば階級制度がある競技ですとこういうふうに飲んだらいいよっていう指導もしていただけますし、まあ例えば体重が重い方ですと飲めないものもあったりしたりするので、まあそういうところの注意点も全部お話しできるアスリート外来が一番安全かなというふうに思いますし、まあまあそういう情報が整っている病院に行った方がいいかなと思ってます。そうですね、まあさっきその個性っていう話もありましたけど、本当に人によって全然違うでしょうし、またその、ね、そのプロセスっていうところにおいてのこう作り方も変わってくるのかなと。でそのなんていうかな、生理になった時の状況っていうものもやっぱ変わってきたりする、ね、精神的にも変わってきたりだとか、肉体的にも変わってきたりする部分っていうのがあるので、いかにその、まあ、指導者とまた選手というものが知識を高めていく、その知識を高めていく中でもそのプロの方の力って相当大きなものなんだなっていうのは聞いててやっぱ感じるところがあるので、より一層こういうそういう環境が整っていくことをですね、まあ、我々って真剣に考えていかなきゃいけないなというふうには聞いて感じましたよね。そうですね、例えばその月経が来ることによって体の健康、女性の健康というものが維持されていきますので、なので、まあ、月経があることがまず大事になって、ある前提で調整をしていくということになりますので、やっぱり無月経のリスクっていうところでは、10代に無月経になってしまうと20までしか骨量は増えないっていうところで、20を過ぎても一生懸命骨を鍛えようとカルシウム食べたりいろんなこう食事で食事療法していっても復活することはないので、例えば疲労骨折等で悩まれて引退してしまう方も多くいますので、やっぱりこの10代での月経の教育っていうものが本当に大事になります。今聞いてる中でもしんみりしちゃいますけど、いやいやいや大事なねそれをねしっかりとこう聞くことによって、そのアスリートをまた一人として女性としてもこう幸せなアスリート人生、またその後の人生というところにおいても幸せな人生というものを歩めることになってきますので、そうですね、一見しんみりとした話かもしれませんけど、とっても重要なポイントではやっぱりありますよね。現役時代になんかこういう、指導とかこういう環境あったらよかったなみたいなのはなんかあります？まあ一番は生理ってこういうもんだよって教えてくれたらよかったかなって思いますし、あと一人一人違うっていうことを教えてもらえたらよかったなって
まあ、それを一人一対一だけじゃなくてこうみんなにしてほしかったなって思います。そうすると例えば自分がなんか体調が悪いって言った時になんか一人だけサボってるみたいなとかもないし、あんま調子よくない時にやる気なさそうだなとか思われることも周りの選手たちからもまあなかったかなと思うので、やっぱりそのトップに行けば行くほどやっぱり毎日の練習が勝負だったりしますので、まあその時になんか負けてるみたいな重状態っていうのはすごく自分自身も嫌だので、まあ、それがまあ当たり前にその知識を持っていることでなんかこう言ってもいいのかな、例えばそこであ1日ぐらい休んでも変わんないよとか先生は言ってくれたらすごく楽ですし、まあなんかそういうこうお互いに同じ情報量を持っている環境っていうものが欲しかったなと思いますけどね。なんかこう合宿とか、まあ、これ所属も全部含めてあれですけど、そういう講習会とかってなかったんですか、全体のみたいなのは。今は結構やってますけども、当時はない、なるほどですね、当時はなかったと思いますね。ということはもうそうなっても気持ちで乗り越えろというような感じだったんですかね。そう、気持ちというかもう本当それすらも話せないっていうか、生理だっていうことを言いたくないし、生理でしんどいってこともなんか先生に言うもんじゃないって思ってたんで、まあ基本的にはなんかこうあんまりこう体調不良を言うっていう環境じゃなかったですね。なんか基本って生理だけじゃなくて、スポーツ界ってまあスポーツ界だけなのかどうかわからないですけど、そういう病気とか怪我に関して非常にこうね、我慢強さというものがあったり、特にちょっと言い換えだったか悪くなりますけど、こう鈍感的な部分っていうのがあるんで、でもそれをよりこう効率的にこ うまく取り組んでいけば、よりパフォーマンスで上がれる可能性っていうものもあるんじゃないかなというふうには思うところも聞いてて感じましたんで、まあこれからもね、そういうふうな環境作りって今柔道界においてもだいぶ変わってきてるんですよ。で、まあ、例えば合宿なんかにおいてもそういう講習会を行ったりだとか、はい、まあ、まだまだ足りないとは思うんですけど、そういう意識は変わってきてる部分っていうのもあるかなというふうには思いますので、はい、より一層どう環境を整えていくかっていうのは大事かなと。で、なんか自分もそうなんですけど、やっぱなんかこう踏み込んではいけない領域みたいな、そういうこう環境下だったなっていうのはすごく感じるんで、そうなるとおのずとね、こう学ぶこともなかなかできなかったでしょうし、それがどうこううまく男性の方もね、まあ女性の方も含めてこの知識とか意識のレベルを高めていけれるかっていうのはすごい大きな課題ですよね、今後も。本当にあの女性のことだからとか男性のことだからっていうことではなく、こうみんなで考えていけると一番いいのかなと思うんですよね、何事もです ね、 そうですね、はい、なんかその面でよりこう、ね、皆さんがそういう意識なんかを高めていけれるようなか、まあ、意識を高めていけれるようにするためになんかこういうものあったらいいななんていうものあります？やっぱ生理の知識を含めていくような、まあ、研修を持ったりですとか、なんか指導者の方たち同士でなんかこう男性の指導者だけの講習会とか、面白いですねとか、まあ本当にあの言いにくいっていうのがやっぱ男性の方あったりとか、コミュニケーションができない、やりにくいっていう方がとても多いので、本当まずは男性の指導者だけで受けるとか、あとはまあ最初はそういうふうにこう分けてやっていくことで、徐々に時代とともにこう一緒にやっていくことができるのかななんて思ってますけどね。なんか理想論としては男子女子、ね、限りなくこうみんなでこう議論できる、これは理想なんですけ ですけど、でもここに女性が1人2人3人入られると男性としてなんかあこれ言っていいのか言っちゃいけないのかみたいなのが生まれるんで、なんか男性だけでそのテーマに沿って話し合うっていうのは面白いかもしれないですよね。結構素朴な疑問を言い合えると思うんですよね。そうですよね、はい、なんか、あんまりこう女性の前だとみたいな、なるところをやっぱりこう男性同士だと、や
っぱり知らないよねっていう話で、まあいいコミュニケーションでいい時間になるんじゃないかなと、なんか私は勝手に想像して、いいですね、それ。面白いですね。はい、思ってます。今度チャンスがあればぜひ活用してみます。はい、今回ですね、あの柔道界もですね、1252このプロジェクトチームとですね、タイアップして、これから、まあ、女性特有のさまざまなこの課題というものをですね、少しでも克服できていけるような取り組みを、やっていけれるように、チャレンジしていきたいなというふうに思っておりますし、まあ、何かこれをきっかけに、まあ、柔道界が、まあ、いい意味でロールモデルとなってですね、国内をはじめ、また世界にも、何かいい情報をこう発信できていけれる、そういう団体になればなというふうな期待を持って、これからも全力で取り組んでいきたいなというふうには思っているところであります。やはりこのコミュニケーションという課題に必ずぶち当たっていきますので、そのために何が重要かっていうと、例えば影響力のある方がリーダーシップ発揮されたりとか、まあ、皆さんがこれが重要だよねって言ってくれる方々が増えていくことっていうものが大事だと思いますので、まあ、そのためにやっていけることをぜひ一緒にやっていきたいなと、一緒にやっていきたいなというふうに思っておりますので、まずは女性自身であれば自分自身の体をしっかり見つめてほしいなと思いますし、またそれを支える周りの方々もぜひそういうことがあるんだということを知っていただければ嬉しいなというふうに思っております。いや、本当に貴重なお時間と、また貴重ないろいろお話ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。